はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。アウレリチャンネルのアウレです。今日も動画撮っていきましょう。えー、今日のテーマはですね、えー、なぜクロールという種目ではなく、自由、自由型なのかということについて話していきたいと思います。えー、皆さん、えー、競泳を、オリンピックなどで競泳をの種目を見ることがあると思うんですけども、今日その中で、まあ、泳がれる種目が、 ですねまあ、距離は差異はあるんですけど基本的には平泳ぎ背泳ぎバタフライそして自由形となってます、まあ、萩野選手や、えー、瀬戸選手、えー、池井璃加護選手なんかの影響で個人メドレーとかもの種目もありますけどあれはあの、まあ、平泳ぎ背泳ぎバタフライそして、えー、自由形を 交互に、えー、交互にといいますかそれぞれ別え別々ターンして別々の距離を同じ距離をその泳法で泳ぐっていうやり方ですでメドレーリレーっていうのがけあの競泳の最後の最競泳種目の最終日にあるメドレーリレーっていうのはあのこの平泳ぎ代表背泳ぎ代表バタフライ代表そして自由形代表がそれぞれ4人あの それぞれの A 法で同じ距離を走ってでつないでいくっていうまあ陸上競技でいう 4×100m リレーとか 400×100m リレーと 400×4 リレーと同じような感じの同じような感じなんですけど泳ぎ方が違うよっていうものですねそういう感じで種目があるんですけど皆さん疑問に思ったことは ないでしょうかなんでクロールっていう種目はなく自由型と呼ばれているのか、えー、ちょっとは思ったことあると思いますけど私もこれちょっと気になってなんでクロールって種目がないんだろうっていうのを気になって調べてであこういう歴史があるんだこういう理由なんだというのがあの分かったので、ね、今回それを ちょっと皆さんにも伝えたくて動画にした次第であります。まあ、結論からす言います、えー、先に言いますと、3つの理由が考えられると考えられます。えー、まず1つ目は平泳ぎという、えー、伝統を守るため。2つ目が持久,力持久力と速度を兼ね備えた効率の良い泳法のため。3つ目の理由が 競泳の発展の可能性を残すためこの3つがあのクロールという種目がなく自由形と呼ばれる種目である、えー、理由あの要因といいますか理由だと、えー、考えられます、えー、1個ずつ解説するのは難しいので、まま、a 法とその種目の歴史を紐解いていくとこの3つの理由があの見えてくると思います、ね、その 英法と種目の歴史を今から解説していきたいと思いますまず平泳ぎから解説していきますクロールの話題なんですが平泳ぎから解説していきますこれには理由があります後々分かってくると思います平泳ぎという種目はまあ、いわゆるカエルさんみたいな泳ぎ方ですよねあの手でかいて水をかいて足はカエル足 カエル足みたいな感じで泳ぐのが平泳ぎです。これはですね、第1回大会、近代オリンピックから数えて第1回大会ですね、1896年、第1回アテネ大会、アテネオリンピック大会からもう泳がれてます。で、この第1回大会はもう自由形しか種目がありませんでした。っていううのももう まだ背泳ぎもクロールもバタフライも開発されていなかったので参加者全員もう平泳ぎで出場していましたなのであのわざわざ平泳ぎっていう種目にする必要がなかったんですよ平泳ぎしか泳ぎ方がまだ当時なかったのでなので第1回はもう自由型は全部平泳ぎの選手あ平泳ぎで泳がれていましただから第1回大会は種目は自由形だけしかなかったんですよ こういう第1回大会からあの泳がれているってことが伝統の泳ぎ方と平泳ぎが,平泳ぎが言われるゆえんでもありますちなみにここちょっと覚えててほしいんですけど平泳ぎの定義はうつ伏せの状態で泳ぐで手の動きが手足の動きが左右対称であることこれ後々ちょっとでだ出てくる話題なので覚えておいてください平泳ぎの定義ですね続いて背泳ぎ2個目背泳ぎですね 背泳ぎはですね、もうその4年後に登場してます。第2回大会。えー、第2回、1900, 1900年、ちょうどパリオリンピックから、えー、採用されてます。で、じゃあ、平泳ぎと背泳ぎ2種類あるけど、どっちがじゃあ自由形でどっちがた独立種目になったのというのは結論から言いますと、背泳ぎの方が独立しました。だから第2回パリ大会は自由型と 背泳ぎという種目で争われました競泳競技は争われましたいえなんで伝統の平泳ぎより先に背泳ぎが独立するのと思った方これはですねあの当時のオリンピック委員会の意向があったからです一時述べましたけど平泳ぎは伝統の泳ぎ方と呼ばれてますかつあの背泳ぎっていうのが あのー、腕を大きく振り回して足バタ足で水しぶきがめっちゃ上がるんですよあの飛び込みとかの競泳ではないですけど飛び込みとかの競技でも水しぶきが上がらない方が美しいみたいな採点が高いみたいな概念がありますよねもうそ当時ま,まさにそれだったんですよ水しぶきめっちゃ上げる背泳ぎって泳ぎ方なんか美しくないよねってオリンピック委員会でなったわけですなんですけども ぶっ,ちゃけぶっちゃけ平泳ぎよりも背泳ぎの方が早い。だから自由型って種目は平,平泳ぎで泳がず、背泳ぎで泳ぐ選手があの続出したわけです。こういう背景から、だったら平もう背泳ぎ独立させちゃおうよと。もうオリンピックの泳ぎ方はもう自由型っていう泳ぎ方は平泳ぎにしようよ。平泳ぎで泳ぐようにしようよっていうので。 平泳ぎっていう伝統を守るために背泳ぎを独立させます第2回大会。この時点で、ね、第2回大会は背泳ぎっていう種目と平自由形という名の平泳ぎという種目が採用されてます。あちなみに2つともですねあの、まあ、このあ後解説した方が分かりやすいかな。 じゃあ3つ目いよいよ本今回の本題クロールの登場でございますクロールもその第2回大会1900年のパリ大会の翌大会4年後に登場してます、えー、第3回モントリオールオリンピックから第3回1904年モントリオールオリンピック大会から登場してますこのクロールっていうのはですね背泳ぎ平泳ぎはあの言い忘れてたんですけどもう顔をつけんで泳いでいました あの今一回一回スクロあの水かくたびに頭上げたり下げたりしている平泳ぎですけど当時はもう息継ぎしないでいいように頭上げっぱなしで泳いでましたで背泳ぎも同じ理論です息継ぎ線であの早く泳げる泳法は何かっていうのでじゃあう,うつ伏せじゃなくて仰向けに泳げばいいじゃんっていう理由で背泳ぎが登場しますしかしこのクロールの登場で あの息継ぎっていう概念が登場します息ですからこの平泳ぎと背泳ぎが息継ぎっていう概念がなかったんですねなかったんですねでこの息継ぎっていう概念が登場してまあ背泳ぎがほら仰向けで両手両足交互に動かして泳ぐんだったらそれのうつ伏せバージョンで泳げばいいんじゃない息継ぎ息継ぎも概念って生まれる それから行きつぎて概念が生まれてクロールっていう泳法が生まれますこれがですねもう第3これがですねもうめちゃくちゃ早かったまた背泳ぎと同じ現象が起きたんですよあの自由形平泳ぎまだ当時自由形です自由形のひを平泳ぎではなくクロールで泳ぐ選手が続出したわけですじゃあまたあの平泳ぎを守るためにクロールを独立させようとは今回はならなかったんです もうだったらいちいち新しいこうやって新しい方法が生まれるたびにこれを独立させてちゃ,させてちゃか,、ま、かなわんと。ぶっちゃけ平泳ぎ遅いしこの2つより。だったらもう伝統を守るって意味だったらもう平泳ぎを独立させちゃおうよと。そういう判断逆転の発想ですね。このの時はあの もう背泳ぎを独立させて平泳ぎを自由形にしたんですけど今回は逆ですもういっそのこと伝統を守るんだったら平泳ぎを独立させてもう自由形はクロールで泳がせようよというのでこの大会は第3回モントリオール大会からは背泳ぎと伝統を守るという理由で平泳ぎが独立して平泳ぎという種目になり自由形という種目は クロールがううようになりますもうこれからもう今2022年100年以上もうクロール自由型イコールクロールっていう時代が、えー、もう100年以上続きます未だに続いておりますそういう背景からこの大会1904年のモントリオール大会から自由型がイコールクロールっていう認識になっていきます そしてああのまあ、こっちを先に解説した方が分かりやすいんですけどもまあ4つ目バタフライを先に解説します英法として有名です、えー、バタフライ4、えー、歴史登場はですね123でてきたんですけどいきなり登場は、えー、第16回大会1956年のメルボルン大会にバタフライは初登場します、えー、またですねあの バタフライが独立した理由は平伝統の平泳ぎを守るためなんですよ。いやいや、ちょっと待ってと。自由形はクロールになったんだから、平泳ぎを、ま、もう平泳ぎは平泳ぎとして独立してるんだから、伝統は守られてるじゃんと思った方、そうは問屋がおろさなかったわけです。ここが、先ほどさ述べたここが生きてくるわけです。ここが理由になってくるわけです。 バタフライっていうのは背泳ぎいや平泳ぎから派生した泳ぎ方なんですどういうことかっていうと平泳ぎの定義ここで述べましたうつ伏せの状態で泳ぐことそして手足の動きが左右対称であることこれが平泳ぎの、えー、概,概念なんですね平泳ぎっていう泳ぎ方はこういう泳ぎ方ですっていう認識なんですけども皆さんバタフライも手は なんか蝶々みたいに動くで足はもうなんかうねえんてドル足はこんな感じのドルフィンキック左右対称くっついてますけども左右対称じゃないですかでバタフライっていう手の動きも蝶々みたいに左右対称じゃないですかえでうつ伏せで泳いでますよねバタフライえじゃあうつ伏せの状態で泳いでますバタフライ、えー、手の動きえー 手足の動き、手は蝶々みたいです。足はドルフィンキックです。左右対称です。はい。この2つの条件を満たしてます。じゃあバタフライ、背泳ぎ、平泳ぎで泳いでもいいよね。というので、平泳ぎという種目でバタフライを泳ぐ選手が続出したんです。これ、ルールの盲点と言いますか、概念の盲点と言いますか。平泳ぎでもっと早く泳げないかっていう。 考えから、じゃあ、うつ伏せで左右対称でっていうので、試行錯誤してバタフライっていう動きが生まれて、よし、じゃあ、これはもう左右対称だし、うつ伏せなんで、もう平泳ぎの一種ですっていうので、平泳ぎで、あの、バタフライ泳ぐ人が続出したので、いやいや、もう、じゃあ、じゃもう,もうここはどうなったかわかりません。もうオリンピック委員会もどう考えたかわかりません。えー、この、この動きは、 このバタフライ、この動きはもう蝶々みたいなんでバタフライって名前にします。ね平泳ぎではありません。バタフライって種目作りますっていうので第16回、1956年のメルボルン大会からあのバタフライっていう種目が正式に独立します。この大会をもって平泳ぎ、背泳ぎ、バタフライ、そして自由形っていう今の4種目の形になったわけです。 こうして歴史を紐解いていくとなかなか面白いと思いますでここまで聞いた方は分かったと思うんです一の理由が分かったと思いますなぜクロールが自由形なのか平泳ぎっていう伝統を守るためだからこういう経緯があってあの自由平泳ぎ自由平自由型を平泳ぎ当時は自由型が平泳ぎだったで背泳ぎが登場して背泳ぎを独立さったクロールが登場して いやもう平泳ぎを独立させましょうって流れになって平泳ぎを独立させただけどうつぶこういううつ伏せと左右対称という概念から平泳ぎをバタフライで泳ぐ選手が出てきてじゃもういやバタフライもひは平泳ぎはやりません独立させますっていうのでバタフライっていう種目が登場した結局平泳ぎっていう伝統を守るためにあのこういう種目はあた新たな種目はあの背泳ぎになったりバタフライになったりじゃあもうクロールはもう 自由形にします平泳ぎを男にさせますっていう流れになったですね平泳ぎ基準で結局平泳ぎ基準で今のクロールイコール自由型っていうのを考えになっているわけですこれで一つ目の理由が証明できました2つ目持久力と速度の兼ね備えた効率の良い英語のためっていうのは今から解説するこの子が重要になってきます えこういう書き方をしたのに疑問を持った方もいらっしゃると思いますえクロールが一番速い泳ぎ方だから自由形でな採用されてるんじゃないのと思った方一般的な認識はそうですでも実際は違いますこういう書き方をした理由なぜかクロールより速い泳ぎ方があるからですえクロールより速い泳ぎ方があるのじゃあなんでそれが自由形に なならなくてクロールにならとない,いう種目が独立しないのっていうのは今から解説します。この5、米印 5, 5つ目の A4、ドルフィンクロール。これ、第27回大会、記憶に新しいシドニーオリンピックですね、2000年シドニーオリンピックに登場します。オーストラリアの選手が、クロール、オーストラリアのクロムッという選手が開発した泳ぎ方です。 その名もドルフィンクロールその動きは手はクロールだから左右交互に水をかきます手のクロールのように左右交互に手を動かしますあ足はバタフライどういうことかっていうとドルフィンキックです実はバター足よりもドルフィンキックの方が足は速く泳げるんですね、まあ、バター足するとそれだけ でしょう水,手水の抵抗とか動きの法律に分散しますからバタフライの実はバタフライのドルフィンキックの方が早く水の中では動けるんです進むんですでも手はバタフライの手よりもクロール左右交互にたいた左右交互に水をかくクロールの方が速いんですじゃあその2つを合体させちゃおうよと手はクロールの動きをして足はバタフライのドルフィンキックをすれば もう最速最速の組み合わせだからいいんじゃないっていうのでオーストラリアの選手が第27回2000年のシドニー大会でこのドルフィンクロールをヒーローして実際世界記録を出してますなのでドルフィンクロールが実は最速である最速の泳法であると考えられています最速の 考えられてますって言い方は最速なんです本当に実は最速の泳ぎ方なんですクロールより早いんですけどもここに書いてありますね体力の消耗が激しいんです皆さん気づいたと思いますが平泳ぎ左右対称背泳ぎ、えー、バタ、えー、背泳ぎもクロールのう仰向け版ですねだから左右非対称クロールも左右非対称水かきで左右交互に水をかいてバタ足 バタフライは平泳ぎから派生した左右,対左右対称の動きです、手足。このドルフィングロール。手は左右非対称。足はドルフィンキック、左右対称。非常にですね、あのこの動き、体の消耗体力の消耗が激しいんです。体に負荷がかかるんです。体に負荷がかかるってことは体力の消耗が激しい。ってなって、要は全部。 5 0メートルとか 100m とか 200m とか全部このドルフィンクロールで泳ぎ切ることができないんですえじゃあさっきのオーストラリアの選手はというと実はこのオーストラリアの選手も最後の数メートルだけドルフィンクロールを採用したんですだから基本クロールで泳いで最後の数メートルだけこの最速のドルフィンクロールを使ったっていうのが世界記録を出したからくりなんですね ですから最速なんですけど体力の消耗が激しいもうだから 100m も 200m もずっとこれで泳ぎきれないからドルフィンクロールは自由形で採用されてないんです正式に正式に速いあ正式には速いって認められてないからいっぱいいっぱいの選手が使ってないから背泳ぎだってそうだったじゃないですかあの自由形を背泳ぎで たたくささん泳泳いだから背泳ぎを独立せク,クロールはもう自由形をクロールで泳ぎまくる選手がいた,くあいたから平泳ぎをじゃあ自由形じゃなくて平泳ぎで独立させましょうって流れになったやっぱりいっぱいたくさんの選手が採用してじゃあこれを自由形にしてクロールを種目として別にしましょうっていう流れにならないとあの このドルフィンクロールが自由型っていう名前にならないんですね。実際に使われるのは数メートルだけですし。そういう理由。だから、ここの2さ3が同時に証明できます。あのクロールはもう最速ではないです。ドルフィンクロールがあるのです。クロールは最速ではないのですが、持久力。もうクロールだけ1500メートルとか3000メートルとかあるじゃないですか。泳ぎが800メートルだ。 クロールだけ長距あのそれなので超持久力があるさらに速度もこの4つの泳法平泳ぎ背泳ぎバタフライクロールの中では即一番速い最も効率とスタミナ長く泳げて最もその中でも速い持久力と速度を兼ね備えた効率の良い泳ぎ泳法のためクロールは未だに自由形で 自由形で多く泳がれている法なわけでありまえ3つ目の理由なんですけどもこのドルフィンクロールが最速だって分かったでも数メートルしか持たないもしこのドルフィンクロールが100メートル200メートル泳ぎきれますよっていう英法になったらもっと今後の研究者でその泳法になったならば さっき言ったように、ドルフィンクロールが自由形のメインになって、じゃあもうクロールっていう泳ぎ方、自由形では泳がれなくなったので、クロールを独立させましょう。もう100年以上もさすがに歴史があるので、もうクロールにも伝統はできて出てきてます。じゃあ、ドルフィンクロールが自由形の主流になったのであの、クロールは、クロールは種目別の種目として独立させましょうという、そういう。 流れになるる可能性があるので競泳そういう新しい泳法が生まれた時に新しい泳法が生まれたらだから自由形で試すことが多いんですよクロールもそうですし背泳ぎもそうでしたからだから新しい泳法が発展発見されたりこのドルフィンクロールが改良されたりした時にのために競泳の競泳種目の発展の可能性を残すためにあの 自由型っていう名前でクロールは泳がれてるわけです。えー、解説が長くなってしまいましたが、そういう理由で、いまだにクロールは、えー、自由形という名前で多く泳がれています。もっとも持久力と速度を兼ね備えた効率の良い泳ぎ方のため、もともとは平泳ぎという伝統を守るためで、競泳の可能性の発展を残すため、これはちょっとドルフィンクロールといや新しいことの兼ね合いもありますけど、そういう理由で、 えー、自由クロールという種目は存在せずに自由型という種目で泳がれています。こういう解説動画、えー、他にも他のスポーツもまだやっていきたいと思っているので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。